ジャスティン・ハミルトンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ニューポートビーチ出身、ユタ州アルパイン育ちのバスケットボール選手。ポジションはセンター。アイオワ州立大学から2010年に、ルイジアーナ州立大学に転校。NCWA の規定で2010から11シーズンは、プレーできず、2011から12シーズンは、SEC のセカンドチームに選出された。 2012年の NBA ドラフトでは45位でフィラデルフィアセブンティー・シクサーズから指名された後権利がマイアミヒートに移動。しかし契約には至らず、2012から13シーズンはクロアチアとラトビアでプレーした。2013から14シーズンはヒートのトレーニングキャンプに参加するもシーズン開幕前に解雇。解雇後参加のスーフォールズ・スカイホースに送られ。 D リーグオールスターゲームに出場。2014年3月4日に、シャーロット・ボブキャッツと10日間契約を結び、NBA するも、2度目の契約は受けられず、ボブキャッツとの契約が終了後ヒートと契約。同シーズンの NBA ファイナルも経験した。レブロン・ジェームズらが対談し、チームの人容が大きく入れ替わった2014から15。 シーズン開幕前のトレーニングキャンプでの練習中、ハミルトンは心臓発作を起こし、病院に搬送されるアクシデントが発生。その後復帰したものの、途中加入したハッサンホワイトサイドの大ブレイクもあり、2015年2月に三角トレードでニューオーリンズペリカンズに放出された後解雇。3月5日にミネソタティンバーウルブズとシーズン終了までの契約を結び、 平均9得点5.1リバウンドの成績を残した。2016年7月27日、NBA のチームからのオファーを受けられなかった、ハミルトンは、リーガーク部のバレンシア BC と契約。2015から16シーズン平均13.3得点5.2リバウンドを記録した。2016年7月11日、ブルックリンネッツと2年600万ドルで契約した。 2017年7月8日、デマールキャロルとのトレードでトロントラプターズに放出された後解雇された。ありがとうございます。